はい、竹人です。ということで本日はですね、こちらにございます M1 搭載の MacBook Pro を開封していこうと思います。この動画を最後まで見ると Mac の未来がどういうものなのかちょっとはわかるかもしれません。ぜひとも最後まで見ていってください。私、Apple 製品を中心にガジェットやカメラのレビューを行っております。もし今日の私のお話面白いな、ためになったなと思ったら、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。もしね、あれだったら低評価の方もつけていっていただければと思います。で、それ以外にも iPhone 12シリーズなどね、レビューの方を行っておりますので、まだ見ていないという方は、ぜひともカードの方をクリックして、そちらの動画も見ていっていただければと思います。それでは早速画面の切り替えて、今回新しく発売になった M1 チップ搭載の MacBook Pro についてお話ししていきます。Tラボチャンネル。はい、ということでこちらがアップル公式にあります MacBook Pro 13インチの新しいウェブページになりますと。プロの全てが目を覚ますっていう風に書いてありまして、なんといってももうここですね、これです。もうここにつきます。アップル M1 チップの驚異的なパワー内蔵ということで、6月の WWDC で発表になりましたアップルシリコンが MacBook Air に搭載、そして MacBook Pro 13インチの、まあ、いわゆる下位モデルと言われるお安い方のモデルに搭載、そして Mac mini にも搭載ということで、まあ、イメージなんですけれども、インテルの Core i3 を搭載したモデルを、まあ、一部 Core i5 のモデルもあるんですけど、今回 M1 に搭載をし直してきたという感じになります。M1 小さなチップ大きな一歩ということですね。はい。で、今回のは SOC と言われるもので、 CPU、GPU、 そしてニューラルエンジン IO をはじめとするさまざまなものを一つのチップに搭載しましたよというものになります。で、今回のね、 M1 搭載の Apple のパソコンなんですけれども、まあ、ここから新しい Mac の未来が始まるというふうに Apple が言っておりますので、まあ、これからどんどん変わっていくのかなというのが楽しみになります。ただ、まあ、いい年の方はご存知だと思うんですけども、もともと Apple はですね、自らチップ作っていたんですよね。 IBM と提携して作っていたパワー PC っていうチップを使って昔の Mac のパソコンが動いてました。それなんですけれども、あまりにも自分たちで全部やらないといけなくなってしまうので、ということでインテルの CPU を使った Mac というものに移行していたんですよね。これ15年ぐらい前の話になるのかな。その時結構全然動かなかったりとか、いろんなね、あの苦労があって、やっとインテル、いわゆる Windows のパソコンと共通のものが使えるようになったんですけども、また昔のように自分たちで作ったチップに戻るという選択を Apple はどうもしたということなので、まあ、結構昔から Apple のね、歴史とか知ってる方にしてみると苦い思い出を思い出せるところですし、まあ、若い人にしてみるとそういうのを知らないと思うので、きっとですね、あ、ここからなんか新しい未来始まるんだろうな、ワクワクっていう感じなのかなと思います。私はどちらかというともおじさんですので、このね、 M1 チップになることによって、まあ、前回と同じようななんかマイナスのイメージがすごくあって、どうなっていくのかなっていうのが正直思ってるところですね。はい、ちょっと話がそれましたけども、じゃあ実際今どういうモデルが MacBook Pro に関してあるのかというところを確認していきましょう。はい、今回 M1 チップが搭載されたのはあくまで13インチの MacBook Pro になります。ですので下位モデルと言われたところですね、Core i3 が乗ってたり、Core i5 が乗っていた標準的なモデルの、ここの2機種ですね。この2機種を変更してきたという感じです。値段が134,800円と154,800円ですね。で、上位モデルと言われるこちらのモデルに関しては、そのままということです。なんでこの上のモデルを残したのかっていうところは、まあ謎なんですけど、まあいろいろな配慮があると思うんですよね。Windows 動く Mac がなくなっちゃうの困るっていうことで、あえて残している可能性もありますし、また上位モデル、ね、高い方のモデル、こっちはね、20万円と23万円ぐらいかな。で、高いモデルなんですけど、このモデルと同等のパフォーマンスが出ないからなんじゃないかというふうに私はちょっと思ったりするんだけど、これはね、まだいろいろテストしてみないとわからないです。で、今回私は購入しているのはこちらの一番安いモデルですね。こちらの134,800円、15万円のアップル M1 チップ搭載のモデルを購入いたしましたので、こちらをですね、実際に開封してセットアップ等々行っていきたいと思います。それでは画面の方を切り替えて開封していきましょう。Tラボチャンネル。まずここに私、MacBook Pro 13インチ2020年モデルがあります。これが、お値段で言うと20万円ちょっとのモデルかな、確か。はい。をここに持っておりますので、この比較なんかもね、今日はちょっと多分できないと思うんですよ。明日以降の動画でそちらね、お届けしていきますので、気になる方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速開封していきましょう。ドーン。はい、まずこれです。ピーッと。で、今回のモデルは外見上は
今ちらっとお見せした MacBook Pro と変わってないはずなんですよね。なので、まあ、その辺も含めて開封でお届けできればと思ってるんですけど、はい、じゃあちょっと画面の方切り替えます。じゃあ早速開封します。よいしょ。今回は、色はまたスペースグレーを購入したという感じですね。多分付属品とかもそんな変わんないと思うんだよな。それじゃあいきます。開けます。せーので、ドーン。はい、出ました。こんな感じ。さあ、ここまでは何も変わっておりません。見た目も何も変わっておりませんね。はい、 MacBook Pro でございますと。ケーブル USB-C のパワーデリバリー対応のケーブル、それから、いつもデザインバイアップルカリフォルニアと、これ 61W だったかな、変わんないですね。 61W のまんまです。なのでそこについては変更なしという感じ。それでは早速出していこうか。うん、ここまで見る限りは外見変わってないですね。はい、セットアップ終わったら、こっちにある MacBook Pro 13インチと比較とかちょっとしてみようと思います。はい、ということでビックサーが上がりました。こんな感じです。今画面ミラーリングしましたのでね、全く同じ画面が出てると思います。1個前のバージョンよりもアイコンのデザインがちょっとのっぺりした感じに変わっているので、印象が多少違いますね。ビックサーね、いろいろ変わっているので、そこが気になるところではあるんだけど、こういうね iPad っぽいウィジェットみたいなのが出るようになったりとかしていますね。あとアプリをちょっとインストールして使ってみようか、実際ね。そこぐらいかな、気になってるのは。私は普段ブラウザ Chrome 使ってるので Chrome をダウンロードしてみましょうか。あ、なんか動きは確かにちょっと早いかもしれないな。この Chrome はただあの M1 ネイティブではないはずなんで、Google Chrome を開くにはロゼッタをインストールする必要があります。今すぐインストールしますか。ロゼッタによりインテルプロセッサーを前提とした機能を Apple Silicon 搭載の Mac で実行できます。ロゼッタの使用回数にはインストール後にアプリケーションを開き直す必要があります。ロゼッタのインストールができるんだね。じゃあロゼッタをインストール、でロゼッタインストールしていいですかって出てくるんで、タッチ ID で一旦インストールしますね。はい、ということでロゼッタがインストールされました。デフォルト入ってないんだね。ロゼッタ、ロゼッタ2っていうのが多分入るはずなんですよ。今インストールしたんで。まあ、これ入らない人いないと思うんだよね。ロゼッタどこにいるんだ、アプリにはならないのか。じゃあちょっともう一回やってみますね。そうすると最初はどうもロゼッタを使ってネイティブでやらないアプリケーションは一旦変換がかかるそうなんで、20秒から30秒ぐらいね、最初の起動には時間がかかるみたい。要は今までのインテルのパソコン用でやったやつを一旦中で翻訳してですね、M1 で動くようにするっていう処理を最初の初回はするみたいなので、こういうふうに、時間がかかるみたいですね。じゃあネイティブに対応しているサファリどうなんだっていうと、一瞬で上がりますね。めっちゃ早い。今見た？めちゃくちゃ早かったよ。上がってくるの。もう一回閉じてちょっとやってますね。サファリ上がるのめっちゃ早いね。ほら、すんごい早いよ。最初はちょっと時間かかるんだけど、一回目はまあいつも時間かかるもんね。2回目ポンと上がってくるもんね。1回終了してても。この Mac についての概要ちょっと見ていきます。 MacOS はビックサーになってますねっていう感じですね。でシステムレポートを見ればどうなってるか分かると思います。チップ Apple M1 にちゃんとなってますね、グラフィックスのところもやっぱ Apple M1 になってますね。 GPU 内蔵ってことで、メタル CPU、メタル GPU ファミリー Apple 7-7って書いてあるね。ちょっとこれの解像度が今外部ディスプレイにつないでるんで違うと思いますけどね。ティラボチャンネル。最後にギークベンチ入れましたんでね、ギークベンチの値なんかお見せしていこうかなと思います。 CPU アーキテクチャアップルシリコンになってるね。これインテルとアップルシリコンとあって、でこれちょっとランベンチマークしますね。でこれとは別の、こっちにある MacBook Pro の13インチですね。はい、古い方というか5月に発売になったやつでもやってみますけど、ウイルスキャンのソフトがね、常駐型のが動いてたりとかいろいろ違いが多少あるので、こっちは今のね、これビックサーのやつは買ってもすぐじゃないですか。 M1 のやつはなんでもう本当に一番早い状態だと思うんですよ。でインテルの私が持っている今年のゴールデンウィークに出たやつに関してはもう半年近く私が使っているやつになるので、ちょっとイーブンではないかなと思います。あと OS も違いますしね、ビックサーではないので。あ、これベンチマーク回してるんだけど、ほとんど熱くならない。裏側が、来た。ファンが全然回んない、これ。すごいね。シングルコア1743のマルチコアが7479という値が出てまいりました。もうすぐ、もう一つの方も終わるんでね。こっちはね、まぁ、ちょっと今長く使ってたのもあるんだけど、
ベンチマークってやっぱり回すと熱くなるんですけど、これ熱くなってないほとんど。 MacBook Pro のインテルの CPU の方はファンが回り始めましたね。音ちょっと拾えてないと思いますけど、ベンチマークの後半でファンが回り始めてます。はい、出てまいりましたのでちょっと差し替えますね。はい、ということでなんとインテルのはシングルコアが1218、マルチコアが4437ということで、ちょっとびっくりするぐらい M1 の方がパフォーマンスがいいですね。シングルコアで500ちょい速い、マルチコアに関しては3000近く速い、 1.8 倍ぐらい速いというような値が今出てますという感じですね。これはちょっと衝撃的だったな。私のモデルは Core i5 なので Core i7 とかないんではないんですけど、 Core i5 の上位モデル、第10世代のものであればこの Geekbench というアプリを使った限りでは、Core i5 のレベルだとはっきり言ってこっちの M1 の方がベンチマークではいい値が出ているということが分かりました。 T ラボチャンネル。はい、ということで今日はですね、新しく発売になりました Apple Silicon M1 チップを搭載した MacBook Pro の開封と、最後にちょっとだけベンチマークの方をお届けさせていただきました。まあ、結論から言うと、ベンチマーク、同じアプリを使った時の速さで言うと、新しい M1 チップ搭載のものがですね、私が持っている、MacBook Pro の13インチの上位モデルよりもさらに速いスコアが出たということはお分かりいただけたかと思います。で、ファンに関しても、インテルの方は後半ベンチマークやってる時ヒューンって回り始めたんですけど、これは全く回ってません。で、全然熱くなってない。それにびっくりした。ほんのりこの辺があったかいんですけど、今のギークベンチ5を回したぐらいでは全然熱くならないです。で、 MacBook Pro ってどこが熱くなるかっていうと、この辺、あと表に入って表のですね、この辺熱くなるんですよ。だいたいこれにヒートシンクがあるんでしょうね、多分。で、ここもほとんど熱くなってないんですね。もう今ので、インテルの MacBook Pro はもうここ結構熱くなってます。触れないとは言わないけど、ここも相当熱いっす。なんだけども、今回のね、M1 は全然熱くなってないところを見ると、やっぱり熱くなるイコール電気を使うなんですよ。当たり前なんですけど、これはもう。で、電気を使わないからこそ熱くなってない。発熱していないっていうことが言えると思うので、私は強敵だなと思いました。あとはですね、今のあくまでベンチマークっていう、その計算とかただ単純にさせるだけのソフトなのでですね、もうちょっと私が普段使っているようなアプリケーションを入れて、実際それを使ってみて、明日以降にですね、そういったベンチマークの動画っていうのをちょっと出していきたいと思います。実際僕が普段使っているソフトではこうでしたよ、みたいなものをちょっとお見せしないとですね、多分、実用に、そのベンチマークっていうのはあくまで論理的にこれぐらいの速さですよみたいなのが分かるものなんですよね、客観的に。なんですけども、実際自分が使った時にどういう違いがあるんだっていうのは使ってみなきゃ分からないので、比較の動画をこの後お届けしていきたいと思いますので、ぜひとも見てください。で、それ以外にですね、おすすめの動画これに出てると思います。ぜひともこちらも見てみてください。そしてこれからも私の動画見たいなと思ったら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。